それキューブキング。こんにちは、宮本です。佐藤です。よろしくお願いします。お願いします。ノンノが重心化回しましたね。今月は。今年初の。今年初ですよ。覚えておきましょう、皆さん。ノンノから始まったと。ノンノからでした。ってことで、性能なんですけど、はい。捨てがそもそもね、いい感じと。ちょっと今これ未電持っちゃってるんですけど、はい。こんな感じでしょ。120で31,592なんですよね。はい。まあ、もともとなんかノンノって捨て高かったからね。殴れて友情も強いっていうなんか万能キャラっていうイメージですね、個人的には。これはね、もう運営さんもお気に入りですよ、おそらく。大好き、大好き、かわいいからね。はい。で、アジン族で超砲撃型ですね。で、反射のゲージなしと。ありがたい。ゲージなしね、もともとノンと一緒っすね。で、マイン EL も継承で、で、ダメージオールが来たと。だから進化神化がダメージオールそもそも持ってたんで、これ重心化しか見れないか。はい、進化神化の方はダメをもともと持ってたんですよ。それが再び再発再発してしまい、正しい言葉なのか分かんないけど、ダメージオールが再発してしまいました。素晴らしい再発です。で、超レザストが3持ってるんで、これありがたいね。超レザスト HP 確保する上で、レザー強いところではね、 HP 回復してくれるんで、まあ、これ個性の一つとしてめちゃくちゃいいなと思いました。で、コネクトスキルなんですけど、超アンチウィンドウ、超もらってる、偉いね、超もらってる、素晴らしいね。これウィンドウのところではスピードアップなんで、まあ、マインじゃあダメを超で、ダメオウィンドっつったら、控えの位置の、アドリンだっけかな、あそことかのステージとかでは刺さってきそう。ああいうステージ、めちゃくちゃ殴るようなステージ、スピードアップしたいじゃん、そういう時は。なので、そういうステージではこの超ウィンドが生きてくる。そして毒キラー持ってるので、毒持ちと組み合わせたい。毒持ちと組み合わせれば、友情も殴りも 1.5 倍ということで、このステータスから 1.5 倍になるのが偉いよね。そしてウィンドのステージだったら動けてみたいな、すごいよね。で、条件なんですけど、自分と種族が異なるキャラ1体以上なんで、そのアジン以外のキャラを1体入れていけば、まあ OK という感じですかね。楽だよね。で、どうせ毒のやつ入れたいからさ、うん、ノンノで固めてくってことはないじゃん、基本。まあ毒なり、もったいないよね。爆発なり入れたいもんな、なんか。優秀やんね、まあそうそう、超大きいだから、まあ、そもそも爆発入れたいっつうのもあるし、まあ、なので、まあ、これは逆にもうほぼなしと思っていいんじゃないかなとは思ってます。はい。で、ストライクショットが前と一緒、12+12の、最初に触れた時に1に移動するやつですね。で、1段階目が 1.1 の2段階目2なんで、2段階目2がいいですね。その代わりにね、24だと重いんで、はい。まあ基本的には1段階目で打ってくるのかな、どうなのかな、 SS ちょっと重いなって感じでしたね。まあそもそもがそもそもと変わってないんで、ほら、変わってない。まあ、重心の概念あんま変わるってことはないんで、はい。まあ、普通にもともと強かったから強いみたいなイメージ。はい。はい、で、以上がもう、ツインワンウェイレザー EL。で、これ、ロックオンなんですよね。ロックオンツインワンウェイレザー。だから、ハレルヤがね、持ってたと思うんですけど、それの超攻撃版って思ってれば OK。で、問題はこの副友情ね。全体超メテオ。マルタよ、ほぼ。副友情ね、全敵超楽雷だったけど、こっちはね、メテオっていうね、はい。まあ、そこはね、全敵全体にボーンって落とすんで、めちゃくちゃ評価できるんじゃないかな。重心化の方どうだったんだっけ。うん、強化、1段階ずつ強化されてるもんね、この、そうだね、前より。綺麗に。そう、綺麗に1段階ずつ強化されてる。はい、ってな感じです。で、今回はクシナダゼロに行ってみようかと思います。相方はね、カツラにしました。ほうほうほう。まあ、カツラにした理由っていうのは、まあ、全敵毒メテオ。俺なんかワルブラミスみたいな、その範囲毒嫌いなんだよね。その毒キラーと合わせるならできればもう全部にかけろよっていう。まあわかる、確定で全部かけてほしいけど、確定要素が毒あった方がいい。なのでカツラで、カツラはなんか
意外とその飲んだとバッチリ全部噛み合ってるっていうね本当だ人ダメをウィンドっていうねバッチリなんですよ。その代わり水属性、まあ、これで火属性とかできたら最高の相棒なんだけどね。はい、ってな感じになっております。まあ、カツラ使うことは多分少ないとは思いますね。はい、だけど今回はまあこれぐらいのステージなんで使っていきたいと思います。普通に友情も強いのでここでは役に立ってしょう。だから演出が早いからいいよね。その結局マナと比べられるところが多いから友情に関してはこの演出の速さがいい。あとなんか拡張友情がついてるんでそのサブのね全部に拡張があるがそこも評価できるところかな。でも基本ねやっぱその普段使いとしてはマナっていうライバルがいるには変わりないと思うんでこれでやっぱり殴りを生かしたいですね。殴りマナも殴り強いんですけどあの超ウィンドウでの殴りかな。なるほど、うん、超ウィンドウでの殴り、まあ、スピードよで回転の良さがある SS とそこら辺がねこいつの個性に出てあと超レザーストだね解雇できるとね。そう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 あの未開のさ16みたいなところがもう出てきた時にはもう厄介じゃん正直。あれなかなか厄介だよね。ナイツが超レザースターがいるだけで難易度がすげえ変わる、ね、めっちゃ変わるからね。であの、まあ、最近もう死ぬほど言ってるんですけど HP の総量で変わるステージだよね。そことかでも超レザースと生きるっていう感じ。まあ、マジで今年そういうのばっかな気がするんだよな。じゃないと今までの既存のキャラが暴れすぎるかなとは思ってるんですけどどうなんですかね。ミヤボの予想だとそんな感じになりそうです。露骨になんか高難易度ではそういうことをしていかないと厳しくなってくるんじゃないかなとは思ってるね。普通にだからこいつは個性を持っててよかったなと思った。ただ友情がこれなだけだったらさ埋もれちゃうけどなんか他のところでなんかこいつにしかできないことがちょっとレ超レザストだったりそのね超ウィンドだったりそこら辺があるからよかったなって感じだ。ドキラもそうだね。殴りすごいもんね。マイン持った時で3倍で 1.5 倍でしょ。えげつなくない。でそもそものステイが高いっていう。いいじゃないですか。いいじゃないですか。友情だけじゃないね本当に。うん疲れもうこいつはもう、うん、これは遊撃じゃなくてやっぱり過激だとは思ってるんで過激を持ってください皆さん。はい、こいつをマッチョにしてあげてください。でも彼女もマッチョになることを望んでいる。それは言い過ぎた。どんどんが望んでると思うよ。どんどんが実は実は、うん、私強くなりたい。パワー系になりたいと。そう私力を求めてると思うよ。魔法少女だしね。ほら魔法少女だから力を望んでる多分そういうのよりは。 OK OK、はい、次行こう。完全にパッションで言ってるから俺。そうあんま気にしちゃいけんからねこういう話のね。そうそう英語、まあ、友情は普通に強いですよと殴りもいけますよと。いいっすね。なんかほんと正当進化って感じだね。まあそうだね、うん、殴りも友情も強いって感じで。そう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 。いいんだよノンノ。やっぱでも愛されキャラだからさこいつはだいぶ疲れるんじゃないかなと思うね。ドッキラーが偉いなと思うな。言うてささっきも言ったけど全属性キラーや。そうだよ合わせれば。そうだよ全属性キラーだよこいつ。偉いよそれは。情報修正の時も言ったけどなんかあれが欲しいね。相棒をいい相棒いい相棒欲しいね。いい相棒はとても欲しいところではあるんですけどなかなかね。まあオツとかは普通にいいと思うんですけどギミックの噛み合い的にもあんまりかなとは思ってるけど。あと全部に毒振りまくるわけじゃないかなあいつも。まあそれでまあ十分っちゃ十分だけどね。敵単体になっちゃえば別にまあいいんだけどっていうあれ話もあるから使い分けだとは思うんですけど。
もっと多分上の相棒が今後出るような気もしてるけど、わかんない、俺がちゃんと探してないだけかもしれない、実はいるのかもしれない。まあ、全敵毒メテオっていうところで見たらやっぱいないでしょ。この間も見たから分かるけど、ヤルラ島でしょ。そうそう、とかになっちゃうね。あとはゼレフっていう話もあったね。あったね、確かにと思った。ゼレフそれも噛み合ってないんだよな。まあ、カツラなんだよな。カツラはね、属性さえって感じ、ね、そう、属性さえあったの。いい感じに噛み合わんっていうね。まあちょっとそれこそ使いやすすぎちゃうからなのかな、今のところ出してないのは。だから何の軸にしようっていう考えではないよね、実は。そんなに話してたらもういつまでか、ね、今ブースをかけてドッキラーも乗った友情コンボだったんで 1.5、1.5 かかってた状態。はい、ってことで鳥さんに来ました。鳥さん、鳥さん、シャンバラ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 、割とポバッタにポバッタ俺のパッションを理解したか。シャンバラ、シャンバーラー行きたいと思って、何も思ってるんでね、もう何も怖くないですよ。はい、ゴーゴーゴー。おお、いいスピード感ですね。いいよ、よーしですよ。おお、いいですよ。もうドキラも乗ってね、惜しいですが毒持ってるんでね、今回毒役ね、バラマキ役、ね、バラマキ役ですね。うまてるよ私、埋まってるよ。あ、友情で倒したよ。ナイスよ。いや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 、お前が頑張るだけだよ。そのテンションだと。お前が頑張るだけだよ。なるよって。いいんだよ。大変だよ。いいんだよ。俺が楽しいからいいよ。はい、休止しました。2のやつをね。今全部のこそ、重なってたからさ。さすがに焦ったよね、俺も。俺で倒さない。倒さない。はっはっ。早いから。早いからね。でもここのさ、友情も強いんじゃないの。ああ、でもこの次の2は良くないかな。的に。まあ、どうし、結構通るね、友情。結構さ。さすがはツインロックオンレーザー EL。ちょっと剣の持たす方が良くなかったですね。圧倒的に良くないね。だからノンノが剣持ってちゃんとボスに当たる位置だったら今の終わってるんで、あの僕がただあの見せ方を見せてるだけです。でフルスルーク倒せなかったね、友情で。うん、これいっぱい振れたんでね。はい、どこばらまいてよと。よくばらまいした、怪しやす。なんでお前なんだよ。ミスったね、1人お尻そう置いたの。そうね。じゃあこれ剣取って優勝いこうかな。お、いい、ドッキラー持ってね、ラブリー。お、なんかワープした2が。じゃあ行きます。やっぱ優勝なんだよな。うわ、もうちょっと上がりたかった。まあね、そこはこれよね、取りたいという今気持ちは見せたから。気持ちは見せて、大事な大事な気持ち見せる。わあ、これなかなかだね。なかなか位置厳しいね。なかなか位置厳しいからさ、もう欲しいんですよ、毒かけとこう。とりあえず、とりあえず毒をかけとこう。いいよ、ヒーンゴール展開。これもね、届くんかなお前。なんか不安になってくるよね。あんまりオシリスを信じちゃいないところがあるのは分かってしまったね。バレたな、これ分かってしまったね。友情を多いんじゃない、当たるんじゃない、これは。これは当たりますね。で剣を持って
やると。うわあ、いいね。いいね。やっぱいい軽く出んな。ねえ、うん。そういうことよ。こういうことよな。そう。まあ、ザマトルとかが来てたらね、本当やりたかったね。ちょっと今、モンストもそういうテンションじゃなかったらしい。来てないから。試せるクエストが、今のところね。はい。いや、強いね。いいんじゃないですか。で、覚醒と。ね。2段階目溜まったよ。行く？この HP で俺は行かない俺は行かない。まあ2段階目はまあ次あたりあの魔法陣とかも出てくるんでね、そこかで使っていけたらなって感じかな。最終特化の削りとか、まあ、有料でやっちゃいそうかね。じゃあどんどんで、これ剣持ってるんでね、いいダメージ出そうですね。やっぱ魔法陣になりそうで怖いんだ。いやー強っ、一撃。さすがツイン。で怒ってここで SA するとこかな。いいと思います。なんか配置狙えるといいね、次のためには。ここにいたらちょっとあんま意味ないけど、なんか上にいたらさ、最初にあそこの上のバジリスク触れて、あの位置固定しちゃって、剣持った状態で。で、次、もう確実に決められるとか。じゃあ、殴り、いきまーす。大丈夫とぬー、はい、剣破壊しました。剣破壊したんで、これやばい状況なんですけど、のんのならやってくれるんじゃないかなっていうのをね、見したかったんですよ。僕は見したかったんですよ、実は。皆さんに実はええー、オシリスですからね、そこはしっかりやってきますよ。あそこ何年も取れない、何年も取れない何にもできない、何年も取れないですね。取れないんで一旦ね、お茶に干していくと。次は3もすげええげつないポジションにいるね。えげつないポジションにいるけど、あえて挟まっていくか抜ける。あー、風に挟まっちゃったな。埋まったね。なんならね。狼に食われた世界線の。ガツキンの。え、強っ。友情か今すごくなかった。なんすごいね、友情だろうね。ダーってね、あの2の友情が刺さったね。お前かお前かお前か。でも、なんかやっぱ友情が強かったね、こういうところでは。そうね、強いね。はい、まあ今回は既存の書庫のクエストと玉露でやったんですけど、まあ14日から来るであろう未開、次8だよね、からまあ8では活躍できるんじゃないかな。まあインウィンドなんで、はい、マナがぶっ壊してるステージですけど、そこも普通にいけると思う。ザナドゥでもちょっと使ってみたかったですけどね、今来てないんで。もう普通に強そうだよね。そもそもの性が高いし、毒キラーも乗るんで、その、チェスビームユニット、触れながらザナドゥめっちゃ削れるんじゃないかな。普通に神殿でも使っていけそうっていう話。これ俺ペンペンから聞いたんだよね。神殿の機能、時の魔4の、こいつは時の魔2か。すいません、ちょっとバグってる。そう、あそこ4手目だろ、多分言って。そう、なんか4手目で、そう、結構ペンペンと話す機会あって言ってるんだけど、ついに完成したかもしれないって、もう彼が言ってたから。あ、じゃあもう完成したんやろ。もうびっくりじゃん。LINE 来たもん。
強いわ。いやそれちょっと楽しみだな。ペペの動画楽しみに待ちたいと思います。はい、てな感じでのんのでした。はい、皆さん使ってみてください。普通に強いキャラなので個性も持ってて今後も楽しみとプラス、はい、いい重心抱えると思います。はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ